どうも、プガワリです。スニーカーを、ホッスルということでね、はい、本日はね、今週末ですね、土曜日、今週の土曜日ですね、23日、アポロさんの、ポップアップストアが開催されるんですけれども、まあ、そちらに今回ね、出す商品なんかを、紹介しようと思います。はい。まあ、なんとなくですね、こんな感じなんだよ、感で見ていただけたらと思います。はい。そうですね、ちょっと、まあ、自分のね、スマホのカメラ、つか写真を見ながら紹介します。はい。そうですね。はい。まあ、ジョーダン系の T シャツはちょろっと出すんですけど、まあ、古くないやつですね。まあ、00年代とか、00かな、これ。でも、まあ、2010年代ぐらいかな、これは、おそらく。まあ、00とかその辺だと思うんだけど、その辺の、こういうジョーダン1のでっかいプリントが入ったやつとか、出そうかなと思ってます。はい、プリントかっこいいんですけど、なんかね、まあまあ所有して楽しんだ系なんで、僕だから、まああとこの ACG のなんかそんな古くないちょっと可愛いデザインの T シャツとか、あとね、これエニーチェっていうやつだよ、多分。エニーチェじゃねえや、イボークだ。イボークのなんかでっかいフットボールトレーナーみたいなやつ、イボークとか、もうほんといつだろうな、俺が高校の時だから20年ぐらい前に流行ったストリートブランドで、サムライとか、サムライマガジンだっけ、サムライっていうあの雑誌とかにちょいちょい出てたイボークです。まあ、そのイボークの仲間とかは、まあカズロックとか、なんだろうな、あとブートレグブースとか、なんかその時結構そういうストリートブランドが流行ってて、まあそう、そのイボークです。イボークのなんかでっかいセットみたいなやつです。あとね、まあ前回の、残ってよかったなっていう T シャツもちょっと持ってきます。まあでっかいの用意してくれって言われてるので、でっかい前回の、まあね、フリマでちょろっとあった T シャツ持っていこうかなと。いやでもこれ売れなくてよかったよ、本当に。もうそのでっかいサイズの90年代とか00年代の、まあ、ジョーダンとかナイキの T シャツってもうね、なかなか買えなくなっちゃってきていて、だから正直これ売れなくてもいいやってやつなんだけど、でもこういうの置かないとなんか赤張り大したことないなってなっちゃうから、ちょっともうどうしても置かないとなっていう、そのなんかあるっすよね。売れたら売れたらちょっと寂しくなるんだけど、でも T シャツとかそういうものが溜まってきちゃうから、どうしてもこう、そんなこと言ってると本当にこう、なんだろう、大変なことになっちゃうの、ものだらけで。だからもう泣く泣くじゃないけど、まあちょっと寂しくなるけど、もう仕方なくもう整理しちゃうしかないなっていう状態で、そんな感じですよね。うん。あとこのちょっと見えづらいけど、ジョーダンのね、総柄の T シャツがあるんですよ、この黒と銀のやつ。これはサイズ大きくないです。サイズ L ぐらいかな。だから身幅52ぐらいだと思うから、そんな大きくないけど、プリントはすごくかっこいいやつで、うん、ちゃんと広げて見せれればいいんだけど。あとなんかこんなんちょっと面白いから出してみようかな。このプール青山っていうお店が何年か前に、まあなくなっちゃったんだけど、そのお店でね、こっそり買ってた、なんかこう、ショルダーバッグみたいなやつ、ちょっと出してみようかな。これもなんかね、もっと期待感あるんだけど、なんか、ね、でもなんだかんだ使わないんだよね、買ってもっていうのが多くて、それを出してみます。これで、25ぐらいで出そうかな。2500円とかで出してみようかな。一回しか使ってないね、その、このプール青山で購入した時に、夏だったんですよ、それは。その時に暑くて、なんかジュース入れてこれを肩掛けにして帰ってきたんだけど、でも結局その時しか使ってないっていう、このプール青山のバッグです。はい。あとまあこれもあんま出したくないけど、ちょっとエミネムって引きあるじゃないですか。だからちょっとエミネム並べてみようかなと思って、まあ最悪売れなくてもいいんだけど、これはシュートボディで、その当時のやつですね、エミネムので、
ちょっとこれは安くはできないけど、ちょっと強気価格だけど、でもこういうのちょっと並べてみようかなっていう。XL です、サイズは。ただ、これ、幅がそんな大きくなくて、身幅多分54ぐらいかもしれないです。だから、俺着れないんだけど、一番大きいの一応買っといたんだけど、でも着れないけどどうしようっていう状態で、でもまあ、もうずっと持ってんのもあれだな、つって、なんか、エミネム並べてみようかなってやつです。はい。あとなんか、これは、前回フリマで出したこのでっかいナイキのリングティーと、あとこのまあスラッシャーとか、あとね、このスヌープドッグの T シャツが右下にあるんですけど、これは、古くないですね。20年ぐらい前に買ったのかな。それか15年ぐらい前だから、2000年代のなんか、誰かが作ったやつだから、そういうヴィンテージの、ラップ T とかじゃなくて、全然普通に売ってたやつですから、まあ全然使いまくって使い古していいやつです。ヴィンテージのラップティーとかになると多分着るのもちょっと緊張したりとかすごく気使うから、こういうなんかそんなに古くないちょっと前の T シャツとかだったらガンガン着れると思うんで、まあ、2000円とかでいい、2500円ぐらいかな、2500円ぐらいでつけたかな、まあそんぐらいで買いやすいぐらいの値段で、あとこの青いライブストロングっていうのはこれナイキの T シャツなんですけど、ライブストロングって書いてるだけだけど、ただなんかこの素朴なデザインがちょっと可愛いから出してみようかなっていうか、あとでっかい、とりあえずこれ結構でかいです。身幅63ぐらいですね。はい、そんな感じですかね。あとスラッシャーのまあ何年か前、20年ぐらい前に買ったんだけど、なかなか着なくて、でも色かっこよくて、この黒にオレンジでで買ったんだよ。なかなかもう最近着ないよねっていうのなんで、これもいくらだよ、2500円ぐらいでつけたのかなっていう感じですかね。今回はなんか、まあ、その今回のね、フリマのというか、フリマじゃねえや、ポップアップのね、リーダーがまあそのナイキとかを結構メインに出すから、なんかナイキじゃないの部屋掃除しながら出していこうかな、ちょっと大きめの出してほしいとかっても言われてたんで、でかいのを中心に出してみようかなっていう感じですね。あとね、ちょっとすごく申し訳ないんだけど、こっそりね、ごめんなさい、僕こっそりシュプリーム買ってたんですよ。実は僕少し前にシュプリームがこうちょっと下火になったっていう話を聞いてから、こっそりね、なんか逆にこう俺のハイエナ根性的なのが働いて、シュプリームが今もう最近シュプリーム着てる人なんか減ってきたよねみたいな話を聞いてから、なんかシュプリームが欲しくなってで、シュプリーム、ごめんなさい。散々こう、シュプリームはちょっとなって言ってた割に買ってます。すいません。ちょっとダセです。つかだいぶダセです。なんかね、こう、ハイエナ根性が働いてしまってね、買ってしまってました。ただね、もったいなくて着れないので、これもちょっと出そうかなと。シュプリームのこういう、ちょっと前のやつ。1年前ぐらいのモデルかな。うん。ただまあ、定価も定価だし、上がってるもあるから、その相場よりは安く出す予定です。で、まあ相談ですね。シュプリームは、一応出すやつは全部 2XL なんで。でも着れないんだよね、もったいなくて。袋すら開けれてないから。結果そうなんですよ。なんか買って満足みたいなのになっちゃってて。じゃあ着るかっつったらね、なかなかもったいなくて着れない感あるから。結局毎日同じ T シャツを着たりしてるっていう。っていう感じですね。なんで、まあ、今回は、まあ、大きい T シャツをメインだけど、ただ、大きいっつっても、その、やっぱ 2XL ぐらい。まあ、一番大きい服で、身幅70ぐらいかな。身幅70ぐらい。身幅70の服自体があんまなくて、だから、ま、身幅63ぐらいとか62ぐらいの人だったら、まあ、割とこう、楽しめるかなっていうやつを用意しました。はい。結構ね、スニーカー好きな人結構大きい方多いんで、まあ、そういうのもあって、あとまあ、なんすかね、最近結構大きい方多いですよね。っていうことですね。はい。ということでね、本日はね、まあ、フリマで出すやつをね、ちょっと、まあ、前回のね、フリマじゃねえや。ということでね、今回はね、アポロポップアップでね、まあ、出すやつをね、ちょろっと紹介させていただきました。以上です。どう